三重の魅力を豚さんと三重放流記豚散歩。今回はですね、至高の担々麺参戦ということで、はい、やってまいりました。はい、一つ目は金城さんですね、来ましたよ。はい、ということで、まぁ、ちょっと別の話にはなっちゃうんですが、チャンネル登録者数がですね、ここ最近皆様に非常に応援いただいて、80人を突破いたしました。ちょっと50人の段階で話をしようと思ってたんですが、いつの間にか80人になるというね、皆様本当にありがとうございます。これからもぜひ豚散歩をよろしくお願いします。はい、ということで、担々麺ですよ。で、このランチメニューがまあお得で、680円で、ライスおかわり無料ですよ。やばないですか。はい。これで680円なんですよ。いや、もうすげえと思って、ランチすげえって。はい。で、このまたね、春巻きがまた美味しかったんですよね。はい。ご飯が、で、ご飯がおかわり無料ということで、もうね、付け合わせがもうご飯が進むものばっかりで、まあご飯おかわり3、4、はい、4杯といったろうと思ってたんですが、ご飯おかわり1回で、お腹いっぱいになってしまいましたね。はい。でも担々麺のこの色つやがたまらないですよね。これも、もう見てるだけでよだれが出そうと言いますかね。はい、本当に非常に美味しかったので、もうね、ぜひね、行ってほしいなと思いますね。はい、このスープ。これ。いいですね、これ。もう、本当にね、すごく味がしっかりしてて、めっちゃ美味しかったんですよ。はい、もうの満足感がすごかったですね。はい。で、この麺にこのしっかり、汁が絡みまして、ご飯が進む、この禁断の組み合わせですよね、麺と米というね、もうね、ちょっと最近ちょっと食べ過ぎたんでね、ダイエットも頑張らなきゃとは思いました。はい、はい、では2軒目はですね、天秤さんへやってきました。こちらは、担々麺という言い方で統一していますので、それでいきたいと思います。はい、でですね、こちらまあ見てくださいよ、このすごいおしゃれじゃないですか。最高ですよね。もう出てきてびっくりしましたもん僕。はい、でメニューがですね、こちらの3通りなので、もう本当に直感でいってくださいね。僕は今回は王道の醤油ベースでいきました。はい、でこの杏仁豆腐もついててですね、これがまあお得感満載。杏仁豆腐また好きですよね。はい、皆さんも好きじゃないですか。はい、僕もえらい好きだね。こう、ああいいねこれはと思いましたね。はい、でこのトッピングも豊富で、これね、特にね、この白髪ネギっていうのが僕めっちゃ好きなんですよ。なので、どうですか、皆さん白髪ネギ好きですか。ぜひですね、コメント欄でもね、白髪ネギ好きだよっていう方はですね、一言でも入れてくれると嬉しいなと思います。はい、で、この右上のこの豆、この豆が福豆みたいなので、これがまたね、なんかアクセントになっててすごく美味しかったです。はい、でこちらはしっかりと混ぜるのがコツなので、しっかり混ぜてくださいね。はい、でこの最後にお米を入れるんですよ。はい、でこのお米をポーンって入れて、しっかりとこうタレに、まあタレというか汁に混ぜながらいただくんですね。はい、この最後まで飽きさせないというこのコツがまたいいんですよ。はい、これを、これいいですよね。うまそうな、これもう完璧ですね。はい、もう非常に美味しかったので、ぜひ頼んでくださいね。僕は今回醤油だけだったので、他もぜひ食べてほしいです。はい、でこの最後に杏仁豆腐でほっと一息つきました。いいですね、このプルプル感、これいいですよね。まあ撮るときにですね、カメラ越しに今見とるので、これでよく外すんですけどね、これでスプーンとかね。はい、はい、では3軒目はですね、新進園さんへやってきました。はい、こちらも非常に良かったですね。はい、でここも見てください、このすごいボリューム、もう腹いっぱいでしょう。はい、でこのね、まさに完璧な彩り、もうね、もううまそうで仕方がない。はい、
このまた担々麺がね、量もあって、すごい良かったですね。で、このね、完璧すぎるランチということで、このどでかい唐揚げが2個もついているのでね、ぜひこの担々麺ランチ皆さん食べてほしいなと思いますね。はい。で、この巨大唐揚げがすごいザクザクで、これのおかげでまたご飯も進みます。このご飯がですね、一応一杯無料なので、皆さんもぜひお試しくださいね。で、このまた担々麺がですね、このごまが香って、もうこのごまのコク、そしてこの辛さ。いや、もうね、ご飯が消える消える。はい。このね、しっかりと、ごまの効いたコクのあるスープ。いいでしょう。まあ、そうじゃないですか。はい。ぜひ皆さんも頼んでくださいね。でこのね、どんどんね、この麺を食べれば食べるほどどんどん美味しくなるんですよ。またこれがまたびっくりするんで、ぜひですね、行ってください。はい。で、最後に、ウーロン茶かコーヒー飲めるので、一杯飲んで、ほっこりしてくださいね。はい。では、今回の豚さん的1位は、金城さんでした。はい。お値段と、このお腹の満足感。はい。トータルして、金城さんが一番の満足度でしたね。はい。次回はまとめ動画編の男の満足食事参戦ということで、ぜひぜひ皆さんお楽しみください。ではではみんな、またねー。